皆さんこんにちは、 Y&T ガレージのアランです。今回の動画は12月4日、春日部市で行われた緑婚祭に参加してきた時の動画になります。ここ最近ねイベントとかに参加してなかったので、こちらの、イベントをネットで見てちょっと参加してみようと思って、今回参加しました。複数のお店が出店してこう外にはねキッチンカーの出店もあるとのことでちょっと楽しそうだなと思って今回応募させていただきました。はい、まずこちら、入り口入ってすぐ美覚志田たちが、お出迎えしてくれました。とてもねいっぱい美覚志田あったんですけど、僕美覚志田の知識はちょっとないので、全てをねこうやって詳細に紹介することできないんですけども、すごいいい感じでしたね。僕あの美覚志田持ってない上にちょっと知識もないんですけど、それでもねちょっと気になる種ではあるんですよね。まあいずれ欲しいなと思っていて、でやっぱ衝動買いするんじゃなくてねちょっと、調べてから、こちらについては買いたいなと思って、勉強してから、買おうかなって思っている、種類になります。そしてお隣こちらエアープランツですね。エアープランツに関してはもう美覚志田以上に知識がなくてもう全然わかりませんでした。ただテレビでちょっと見たのは、エアープランツもやっぱり高いのはすごく高いらしいですね。なんかめちゃめちゃレアなやつとかもあるらしくて、十何万とか、するやつとかも、紹介されてました。で今回なんといってもね、アガベがすごいいっぱいありました。ただねアガベもやっぱりちょっと知識がないんですよね。なんか今回知識ない知識ないって言ってあんま紹介しない動画ですいません。ちょっと軽く流し見程度でお願いします。ただアガベの中でもしっかりわかるのは、ユタエンシスぐらいですかね。あれはちょっと最近いっぱい入ってきたのかな。でなんかこう見かける機会があって、なんかすごいかっこいいアガベだなと思って、すごい気になってました。細い葉で、先端さらに白いトゲがねすごい長くスラッと伸びてる、まあ、エボリスピナってやつですね。こちらがすごいいいなと思って、ただねお値段も高いんですよねこちら。アガベの知識ない僕からするとちょっと、失敗したら怖いので、手出さないでいました。まあ、手は出してないんですけど欲しい種ではあります。もう勝手にちょっと開墾がいっぱいあるだろうってイメージで言ったんですけど、まあ、開墾はそんななかったですね。まあ、あるにはあったんですけど、アガベに比べるとやっぱ少なかったですね今回は。まあ、グラキリスが、20株ぐらいですかね。小ぶりから中型ぐらいまでのグラキリスが20株ぐらい、それとすごい綺麗な、2頭のグラキリスがありました。いやこれめちゃめちゃ欲しいなって思ったんですよね。まあちょっとお値段がお値段だったんで買えなかったんですが、すごいいいなって思いました。その他ねユッカとか、ソテツ、シダそういった植物も、置いてありました。あと開墾はねパキプスが一株だけありました。でお昼は外に出ていた、キッチンカーで食事をしました。主食はねお好み焼きと、焼きそばだけだったんですけど、こういうところで食べるこういったお好み焼きとか焼きそばってなんか美味しく感じちゃうんですよね。でお昼が終わると、ビンゴ大会が始まりました。今回のビンゴ大会すごいのはなんと景品がですよ、景品が、総額200万円ぐらいと言ってました。でね僕最初の方に言った、美覚志田の知識はそんなないんですけど、この小さい方の美覚志田こちらの銀貨っていう、種類らしくて、これなんかめちゃめちゃ高いらしいです。なんか100万円するとか言ってましたね。いやーすげえって思いました。そんなものが景品に出されてるなんてびっくりしましたね。で個人的に刺さったのは、このエボリスピナ、アガベユタエンシスエボリスピナのこの大株のベアルートが景品に出ててめちゃめちゃ欲しいと思いました。このサイズがタダでもらえるなんてそんなってか絶対ないんですよ。これ普通に買ったら10万20万まではいかないかもしれないですけど、それぐらいしますからね。いやーすごいなと思いました。
今回各ショップさんがすごいなんか張り切って出されてて、めちゃめちゃ楽しいビンゴゲームになりましたね。でここに今ここにはまだ出てないんですけど、このあとヘリオスがあの大きいやつが1台と、普通のねあの電球を交換するタイプのやつが、なんと20個出ました。びっくりですよね。もうなんかテンション上がっちゃったのかなって思うぐらい、まだ出ますかまだ出ますかってこの方が言っていて、どん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 ライトが追加にされてて、追加してってすごい楽しいイベントになりました。まあで結果で言いますと、僕はビンゴ当たりませんでした。いやーほんと苦渋のなさがここにも出ますね。途中までねもう5個数字が出た段階でもうリーチになったんですよ。5個目でリーチになるってすごいなと思ってすげえドキドキ待ってたんですけど、その後ね全然開かなくなって、まだ誰もまあビンゴになってる方いなくて、そんな中僕ダブルリーチになって、いやもう絶対これ1番もらったなと思ったら、まあ案の定1番は違う方に行って、その後全く開きませんでした。もうダブルリーチになるまではすごい調子良かったんですけど、そっから全然ダメでしたね。まあ、今回景品の総数が50点ぐらいあって、参加者は150人ぐらいっていうおっしゃってたんですけど、3分の1にも入れなかったですね。なかなかの高確率で当たるようなイベントビンゴゲームだと思ったんですけど、いやそれでも当たりませんでした。そんな感じで今回のイベントは、終わりました。今回のイベントではね、念願だったアーガベユタ演出エボリスピナーを一株購入しました。いやー大株本当欲しかったんですけど、やっぱお値段が結構するので、で初めての方にはねこちらがいいってショップの方がおっしゃってたので、この小さい方を選ばせていただきました。マウントフジプランツさんという方です。今度はねショップの方にもお伺いしたいと思ってます。はい、そんなこんなで今回は緑根祭のイベントについての動画になりました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録グッドボタン押していただけると嬉しいです。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。